大学は畜産学部で酵母を使ったバイオエタノールの研究をしていました。愛知県に移って一般派遣に登録させていただいて、化学メーカーで1年間従事した後に専門職として働いているという状況です。ビニールハウスに貼るようなフィルム、ボードン剤っていうコーティング剤の研究をしています。不良を解析したりとか、研究員さんたちのサンプルを評価したりということを行っています。実際に目で見てるからこそ分かることを提案したりっていうことは常に心がけてお仕事をしています。すごい正直だなって思っていて、投げかけると必ず一つ答えが返ってくるっていうのがすごく面白くて、研究員だけじゃない方々もいらっしゃるっていうことで、どういう形になっていくのかとか見ることができるっていうのも自分にとってはとても勉強になっています。事務経理さんとか流通担当されてる方がいて、営業さんがいて、研究員さんがいるっていう感じなので、小さな会社のようなイメージで、実験とか評価ってなんか打ち上げ花火みたいだなって思ってて、下準備が長くてその結果が出て一瞬で終わっちゃう。丁寧に準備をして、その一瞬の結果のために頑張れる、それは意識して進めてます。いい結果が出たっていう実験をしてると、すごく研究員さんと気持ちも共感できて、楽しいな、面白いなって思います。悪い結果が出ても対策を研究員さんと一緒に考えて打てるんですよ。なので糧になるというか、前向きな気持ちにつながってるのかなって。一番気に入っているのはセムです。ピントを合わせた瞬間、なんかパッと視界が広がるというか、あの瞬間がすごい来たっていう感じの快感があります。地味な作業が多いんですけども、毎日楽しそうに仕事をしていただいている、そういったところがシロさんで良かったなっていうふうに思ったりもしています。真面目でおとなしい印象の人だなっていうふうに思ったんですけども、その中にもですね、芯があってっていうか、根気強くやってくれそうだなって、実際一緒に仕事してみると元気があって生き生きしてて、職場としても助かってるなと思ってます。シロさんって1週間も経ったら自然と溶け込んでるというか、本当に我々の一員ですね。まずね、知識に対してものすごく貪欲な感じはしますね。研究テーマについて勉強しようとしている、知りたいっていうような、そういう意欲をすごく感じますし、あとね、実はちょっと数字としてはこうですけども、ちょっと気になるところがありましたとか、細かい指摘っていうのもすごく長けてるなっていうふうに思います。時にはそんなにね、中身とかあんまり知らない方が公平な評価ができていいかなっていうふうに思う時もあるんですけども、シロさんはでもと割と踏み込んだコメントももらって、そういう意味ではすごくよく見てるなっていうふうに思いますね。今も十分やってくれてるので、頑張りすぎないでほしいなっていうふうに思いますね。B グループ所属の研究補助職の方はシロさんだけなんですよね。シロさんがいないと仕事ができないですから、本当に助かってますね。評価の結果に対して研究員さんレベルぐらいまで提案できるような人材にはなりたいなと思ってます。後輩の指導とかキャリアのマネジメントですとか、自分の経験を生かしてやっていきたいと思ってます。何かやりたいと思ったらサポートしてくれる、いつも背中で見守ってくださってる仲間がいるんだっていうのは、就業先でこういうことにチャレンジしてみようみたいなやる気にもつながってます。